ちょっと待って、どう？これ、このフィット感、どう？うわさあ、他の男のところ行くなよ。分かってるか？せーの、とんかつ今日もピアンしてますか？恋の細路チャンネル、略してホソロジ。今回は初回に初めて行ってみた。はい、ということで女の子を呼びしてます。どうぞ、はじめまして。お名前は？ナナです。ナナちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ホソさん、全く知らないですよね。わからないです。なんとスタッフさんがめちゃめちゃ真っ青な子を連れてきてくれました。どんな人がタイプなんですか？王道イケメンです。王道イケメンですか、なるほど。芸能人で言うと関ジャニ∞の大倉くん。おー、王道だ。面白い人が好き？面白い人好きです。あ、なるほど。なっちゃんにいろんなことをしてくると思うんですよ。その中から選んでいただければなと思います。今日の一番を。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のさんは、せーの、どうも。お願いします。お願いします。自己紹介お願いします。ゆりまるすりさんです。よいしょ。よいしょ。はい、山根修です。よいしょ。よいしょ。はい、背中ローズです。よいしょ。よいしょ。はじめまして、源海人です。よいしょ。今回の企画は、初めてのホストクラブです。よいしょ。今回なんとスタッフさんが本当にホスホスも知らない、ホストに行ったことがない、初めての女の子を探してきてくれました。よいしょ。この4人で真っ黒。いや、なんで黒？早い早い。私からちょっとお題を出させていただきたいと思います。勝手に決めました。あ、もう決まってるんですね。じゃあ、ゆいくんのお題は、なんと、バックハグ！よいしょ、おいしょ、おいしょ。次、シュウくんです。はいはい。シュウくんを見つめ合い。王者。王者。壁ドン。カイトくんにはですね、抱き寄せ。抱き寄せ。傘を持って抱き寄せ。ということで、こちらをやっていただきたいと思います。他のメンバーは、モニタリングです。積極では。はじめまして、源海人です。お願いします。今日もお酒飲まれてきてます？飲んでないです。飲んでない？はい。あ、マジっすか？僕も1回目なんで、もう見てください。もう手震えてるね。緊張してるわ。初 YouTube でしょ？緊張してるな。マスオスロジで。普段はどういう人が好きですか？ジャニーズ系。あ、ジャニーズ系なんです。あ、じゃあもう僕、びっちゃしっすね。めっちゃ気使わせたわ。初めてのホスト。初めてです。初めてか。めっちゃ緊張するね。緊張してます。手震えてない？大丈夫？震えてるかも。マスクがあれでしょ、心の殻のあれでしょ。もうあれでしょしか出てこない。めちゃめちゃ喋れるね。本当いい人。初々しい感じがめっちゃなんか嬉しい。わかんない。そう、俺もホスト始めてまだ1年経ってないし、そう、レジスタンスに来てまだ3ヶ月目だから、そう、めっちゃ緊張してて、やばいよ心臓。めっちゃ騒ぎたい。騒ぎたい。特別だよ。どう？めっちゃ筋肉。めっちゃ筋肉っしょ。あそっからね。女性だとさ、男らしさ感じるじゃん。だからちょっと全体的に鍛えてて。そうそう。見た目によらず。見た目によらず。筋肉。いいっしょ。めっちゃいい。例えばさ、お家にいるとすんじゃん。で、こう寄った時に、いい？で、こう寄った時にさ、ここの胸板があるのとないのとで全然違うよ。あ、全然違う。え、ちょっと待って、どう？これ、このフィット感、どう？いい。いいっしょ。いい。うわぁー！すごい！すごい！ちゃんとやってる！やっぱりこれを、やっぱり女性は好きかなと思って、ここにね、枕を作ってたわけよ。特別なね。例えば僕、これ結構ワイワイ系じゃないですか。はい、こう静かにシュッとしてるのと、ワイワイ系とどっちが好き？ワイワイ系。ワイワイ系か。あ、だとしたらいいな。営業中はワイワイ系だし、二人になったらね、胸板枕あるし、みたいな。最高。ツーウェイツーウェイ。胸枕使う日がね、やってくるかもしらんから。え、なんじゃ LINE 教えてもらってもいい？全然。ありがとう。カイトって言うからちゃんと覚えといてな。みなもと。お願いします。みなもとカイトです。胸板最後触っとく？超えた。どう？いい感じ？いい感じ。よし、きんにくん。じゃあまたきんにくんじゃないわ。源きんにくんじゃないよ。ありがとう。ありがとうございます。ごちそうさま。ごちそうさまでした。楽しんでね。緊張した、初めて。めっちゃ緊張しました。え、寄せてた。あれ寄せてた。え、どうでした？筋肉すごい。え、どうすか？ちょっと一回触ってみて。何ですか？でもすごい。そのままそのまま見てる。そう、そのままね。そのままこうやって抱き寄せたの。抱き寄せました。見てたよ。すごかった。こんな感じの人います？あ、いますいます。あ、そうなんだ。全然います。行ったことないんですよ、ホストガチ。ずっと家にいるから。はいはいはい、はい、見てこん。友達としか行かないし、もうずっと家にいますよ、撮影以外は。あ、すいません。
ません、おはようございます。ゆうまい水産って言います。お願いします。かわいいっすね。めっちゃかわいいっすね。結構ワイワイですか？わかんない、初めてだから。結構ワイワイの才能ありそうですね。酔っ払えば全然。あ、酔っ払えば、じゃあ行こうか。こっち上手に言ってんの。ずるいずるいよね、これ。ずるいよ。かわいい、かわいい。なんでそんなかわいいんですか？親に感謝します。なんか守ってあげたくなる。本当に、うん、守ってくれる人好き。雨の日とか傘さすみたいな。ああ、さすさすさす。傘全然さすし、道歩いてて野球ボールがピューって流れてきたら怖い。チラス、チラスな、今の片寄せやん。どういうシチュエーションやったら逆にキュンとする？強い人が急に甘えてきた時とか。うわ、酔っ払ったわ、マジで無理だ。大丈夫？肩貸して。いいよ、うん、もういいね。帰るね、この。前でもいいよって言ってあったから。ああ。だってバックハグなんて無理じゃん、絶対。お願いします。行こうか。LINE で聞いても大丈夫ですか？はい。カバンじゃなかったんだ、ね。カバンじゃない。カバンかと、あ、なくさないように。なくさないように。ああ、なるほどなるほど。お、いいっすね。はい。めっちゃ濃い。ぜひ真似してください。あ、それ大丈夫。はい。はい。いい匂いした。いい匂いするんすよ。はじめまして。はじめまして、シュンって言います。結構飲んだ？ちょっとだけです。まだちょっとだけ。けど酒強いでしょ。酒強いと思います。でも歌舞伎町で言っちゃいけない言葉3つくらいあって、その一つにお酒強いって言っちゃダメらしい。そうなんだ、そうなんだ。本当に死ぬよ。マスク取らんの？取らない。なんで？恥ずかしい。一回取ってみて。そのままでいいと思うよ。絶対外した方がいい。可愛いもんだって。緊張する？緊張する。俺の時と雰囲気違う。喋んない。なんかちょっとかっこいいって思う。なんかちょっと体が引いてる。ちょっと緊張してるみたいな。手ちっちゃくない？手ちっちゃい。どれぐらい？あ、可愛い。じゃあこのまま捕まえとくわ。帰ろう。帰ろう。すいません、チェックで帰ります。そのまま投げました。しかも恋人つなぎです。人のことを5秒見つめ合ったら、目が合ったら好きになるって言うやん。10秒見つめ合ったら大好きになるかもしれないから、一回してみる。オッケー、笑っちゃダメで、はい、頑張る。俺も笑ったらグイで。オッケー、よーい、ドン。2 3 4 5 6 7。あ、すいません、グイで。グイで。グイで。すいません、もうお酒飲んでもらって。イェーイ。6秒じゃない？あ、10までいかんかった。わ、ほんとだ。うわー。いけてるっすよ。いかんかったわ。話してたら、好きになるじゃん。かもしんない。じゃあ、飲み行こっか。すいません、チェックで。このまま次の人、もう次の人見たい。いいかな？いいかな。じゃあ、そういうことで。すいません、ありがとうございました。はい、ありがとう。ありがとうございます。さあさあ、楽しんでね。はい、失礼します。いいですか？はい、タロロスです。お願いします。お願いします。ねえ、でかっ。びっくりやな。いや、目大きい。大きい人に言われた。カーブどこ？いや、そうそう、顔が名刺みたいなところある。すごいね。ある。イランのハーフだね。すごい気になるもんね。気になる。見た目、歌とか上手いとか言われるんだけど、この店で一番下手で。そう。ない。じゃあ今度カラオケやな。バーとかで歌って知らない客からも笑われるみたいな。そうそうそう。バー行く？バーはたまに。うん、飲みたい。いただきます。うん、うん、そこで飲んでくれんだね。そこで飲んでくれんだね。じゃあ、ここで。グイって言って。グイ。壁ドンしていい？壁ドン、壁ドン、壁ドンしていい。なんでこんなことある。直球。他の男のところ行くなよ。分かったか。俺以外行くなよ。よかったか。すごい。女の子はしゃ、なんで壁ドンされてんだろう、初回でって思ってる、絶対。おそじゃん、こういうところあるんだって思ってる、きっと。お願いします。はい、すー。ありがとうございます。ありがとうございます。唐突にさ、飲んだ後さ、で、
かっこよし。なかなかない。はい、ということで誰を送りに選んだんですかね。すごい気になりますね。どうも。なるほど、はい。はい、ということで、奈々ちゃん紹介体験お疲れ様でした。お疲れ様でした。イケメンいっぱいいましたか？イケメンいっぱいいました。で、一番だった今日の。一番です。おぉ、いえ、ありがとう。奈々ちゃん、もうその状態で、ハイト君が一番良かった。ありがとうございます。一番最初についた人が一番良かった。ありがとう。おめでとうございます。豆な男って大事やんな。豆が大事だそうです。初ホスロジで、初の初回王子。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、ということでぜひね、レジスタンスに遊びに来てください。それじゃあまた見てね、バイバーイ。皆さん、ホスロジチャンネル登録してね。よろしくお願いします。